Everyone, I'm glad to see you, glad. ガールズバー？俺のことを連れてきたバー。覚えてますよ。え？覚えてますよ。何を覚えてんの？クイズ出す人。そうだよ。クイズに正解した店に限り行ってあげんの。じゃあ、今日はクイズ受けようかな。一問目。ここ道玄坂はなんでこう道玄坂と言うんだ、探せば書いてあるよ答えは。どっかにこの坂の中に俺さっき見つけたんだもん。2時間以内に見つけました。じゃあみんなも2時間かけてみて出ていいですか。探してみな、道玄坂になんで道玄坂っていう名前かが書いてあったんだもん。わかんない。でもこれ1個で間違えたらもう終わりだから。違うよ、5問出すから3問以上正解しなきゃいけない。だから3回間違えたら失格なの。もうここ見渡せば書いてあったことですか。どこに書いてあったか忘れちゃった。道玄坂の由来って書いてあるよどっかに。どこどこだろう。俺が見つけたんだもん2時間以内に。ただどこにあったかは忘れちゃったよ。絶対この位置じゃないじゃないですか。歩いてて見つけたんだもん。うちらも歩かなかった。探すの本気で。歩かで。あのググった場合は失格だよ。ググってないですよ。ググったらカンニング行為だよ。まだググってないです。パス？正解は道玄っていう山賊がこの辺を江戸時代に暴れ回ってたから。知らない。ちょっと惜しかったかも。道玄っていう人をこの道通ったからって感じ。あー言えば正解にしてあげたのに。それは言わなかったから遅い、言っとけば正解にしてあげたのに。ちょっとネベチでむずいです。ん？ネベチでむずいんで、あのお店行って一緒にクイズしましょう。ダメ。2問目。今日11月11日が終戦記念日となっている日は、戦争は何の戦争だ。ポッキーの日って初めて知った。ちなみに11月11日はある戦争が終わった日です。第二次世界大戦。バカ者、それは8月15日だから×。正解は第一次世界大戦。惜しい。惜しい。てか第二次世界大戦って間違えるのはちょっと基本が分かってない。8月15日は終戦記念日っていうのにどうして分かんない。そっちだって分かんなかった。中卒だから。中卒なんだ。ちゃんと専門職です。第二次大戦は8月15日だよ。何11月11日だって言ってんだよ。第一次世界大戦の3問目。今から言う芸能人一人選んでください。西城秀樹、美空ひばり、田中芳子、志村けん。志村けん。じゃあね、志村けんの本名は何でしょう。どっちもあるっていいんだよ。重村健三。全然違います。正解は志村康則でした。ちなみに志村健という芸名の由来はお父さんの志村健二から来てます。はい、そうです。3問全問不正解なので失格です。ありませんよ。参加賞でちょっとだけいてくれるとか。ダメ。ちゃんと正解した店じゃないといかない、いかないの。今度参加賞ちょうだい。ダメ。じゃあダメ。じゃあダメだ。じゃあね。今回も無事、3問全問正解に持ち込みました。ご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。放送するようでした。I am 放送です。Thank you.